ショールームに来てみました。あ、てかね、リップがなくなったからちょっと買いに行かないといけないっていう話でした。なんかね、結構今いろんなものがなくなってて、下地がまずなくて、下地とリップとカラコンと目薬がいるんですよねっていう、マジでどうでもいい報告しときます。ちょっと昨日はちょっと普通にショールームできなかったので、私昨日は絶対できなかった、普通に昨日今日かショールームしてたら絶対なんか言ったらあかんこと言ってそう怖すぎと思って普通にやめてきましたあかんでしょ、さすがにね、僕も大人なので。結婚してちょっとさすがに今は無理ですね。結婚してさすがに今は無理です。やばい、目薬で、それはそれで見たいかも、うん、危ない結構危ないことになる予感がしましたね。ケーキありがとう。初めて最前列でね、見た、見つけたよ、見つけたけど結構よそ見してましたね。普通に悲しいんでショックすぎて普通に結構でも今なんかあの昨日荒れてたけど、全然今日も荒れてた今日か、一生無理普通に。だけどあの普通にコンサートの振り返りして、あ、そうだ、すごい楽しかったってちょっと思い出すことができて、立ち直りはしてないけど今日いい女感強い。まあいつだっていい女ではあるからな、頑張れ、ありがとう。いやちょっとさすがにみたいなところありますよね。あかんわあかんわ、ちょっと昨日控えといたけどちょっと今日もまだあかんそうやな。ちょっとほんまに言葉選びには気をつけます。そうなんですよ、昨日実はね鍵穴をやらせてもらえて、普通にびっくりして、普通にそんな絶対こんな周年コンサートで鍵穴なんて絶対やらんと思ってたから全然見てなかったんですけど、鍵穴今日がタンズとサツビームって聞いて、みたいな、普通にびっくりしすぎてってなったんですけど、なんかやらせてもらいました。キョッピーメールが来るようになりました、嬉しい、受け取ってくれてありがとう、いっぱい受け取ってください。そう、アンズと強化とサツビームっていうすごい謎組み合わせだったんですけど、嬉しかったです。もう組閣の話しないでください、荒れるんで、精神が乱れると言っておきますかいやだってさ、なんかもうずっとチームになりたくてさ、なんかさあのずっと強化は K2 になりたくてさ、いやなんか普通にあの昇格したのめちゃめちゃ最近じゃないですか、まだ半年も経ってないくて、あの普通に K2 歴一番短いくせに、なんでそんなに言ってんのって思うかもしれないんですけど、ほんまに強化はずっと K2 が好きで、もうずっと K2 が大好きで、ずっと K2 になりたいと思ってたんですよ。でもこれを言い過ぎるとなんかそのチームに行けないっていうジンクスがあると聞いたことがあるから、もう今は昇格したからもう別に言ってやろうと思って言ってやるよって感じなんですけどでもほんまに今日からずっと K2 が好きなんですよ、憧れの K2 で、ずっと K2 になりたいなって思いながら研究生時代を過ごしてきて、研究生って結局何年やったんだろう、2年半、2年間 ?4 月にお披露目で4月だったから昇格発表ちょうど2年やったんかな、だから2年経って3年目って言ってたわ、
だから2年間ずっと K2 やりたいなっていう思いで、まあきょうちゃんが気づかずに通過した傷をくるみんが癒してくれた。え、嘘、ちょっとほんまに今日が客席の時はね、頭がいっぱいすぎて視野が鬼狭になってたんですよね。なんか同じところなんか3回ぐらい行き来した気がするもん、通路。いや、間違えた普通に。でさ、まあもう小学発表の時の教科の姿を見た人だったらもう普通にもう言わなくても分かると思うんですけど、本気で嬉しかったんですよ、 K2 に入れたことが。でもうさ、これからさ、あー泣いちゃう、これからさ K2 としてのさ人生が始まると思ってさ、めっちゃ嬉しくてさなんか研究生時代が長かったからさ、しかもなんかこんだけやってんのになんで昇格できないんだよって思ったことしかないぐらいずっと思ってたじゃあもうどうしたんです、どうしたらいいんだってずっと悩んで、でもあの時期を乗り越えたから今があるんだって思えるくらい K2 に入れたことが本気で嬉しかったんですよ。 SK に合格通知もらった時以来の嬉しさでした。加入して一番嬉しかったこと、 K2 に入れたこと、それぐらい K2 が大好きで、 K2 のメンバー全員が大好き、先輩が大好きで、一緒に昇格したのも大好きだし、公演、時間がない公演も大好きだし、 K2 に入れて幸せだったしサマーツアーもさ、なんか今までさチームコンサートさ、研究生のオープニングアクトで出て、でオープニングアクトだけだから本編は見学させてもらったりしてたんですよね。それでさ、いろんな K2 が曲やってたりさしてさ、本気で羨ましくてさ、もうつべこべ言ってももう決まったことは決まったことだから仕方ないと思うんですけど、でもマジで悔いしかない、後悔しかない。もう一日でも長く K2 でいたかったって思う、今の。まあ K2 に昇格したばっかの人が何言ってるのって話だと思うんですけど、それぐらい K2 が大好きだったっていうことだし、ずっと憧れててやっと入れて嬉しかったのに、なんでこんなに早いタイミングでって思っちゃうし、まあでもそんなこと関係ないから仕方ないんですけど、さすがに11期は研究生時代が長かったのにやっと上がれたと思ったらまた変わっちゃうのは悲しいです、とっても。本当にまあ結果楽しかったなーってなる未来はあると思うんでいいんですけど、でももう悲しいしかないよな。そんな自分たちが昇格したばっかなのにひどいなんて、まあ自分勝手すぎるからそんなことは言えないんですけど、言えないんですけど、そんなすぐに受け入れることはできないです。てかなんか
ないと思ってたからびっくりした。普通にえそんなことあるんだって思った。なんか聞きなじみのない言葉すぎて粗格みたいな風になりましたね。でも、うん、まあ結局自分勝手な理由でしかないから、自分勝手か。SKE のメンバー全員大好きだから大丈夫です。うん、びっくりした。だから組閣なんてあるんだって思いました。何それぐらいのずにえーってなった。ただなんか K2 で今の K2 でチームコンサートもできると思ってたし、どこのチームになるかは分かんないですけど、時間がない公演もたくさんしたかったし、本当に嫌だ、こんなことになると思ってなかった。なんかもうお風呂入ってても自然と涙が溢れてきたし、帰り道だって一人になった瞬間に涙が溢れてきたし、なんか何をしててもすぐに思い出しちゃう。ここまでなんか衝撃的なことは結構初めてレベル。ここまでショックなことはない。うん、そう、なんか新しいチームもさきっと良くなるんだろうって分かってるんですけど、まあ、ショックなのはショックですよねっていう。どうなるんだろうね、これから。K2 でさ誰かの耳もやりたかったしさ蹴飛ばした後でもやりたいしさ、ベル公演も K2 でいつかできたらいいなって思ってたしさ、 K2 の全部が大好きなんです。どうなるんだろう。どうなるんでしょうね、これから。何にも知らない、何にも知らない。お腹すいたな。
あ、デコ出し可愛かったってさ、質問箱みたいなやつでも結構来てて嬉しかった。でもちょっと前髪が今短いから、なんかちょっとうまくいかなかったですね。もうちょい薄め長めの方がやっぱ前みたいにやりやすかったのと、あと横毛をなんか消されたのでちょっとうまいことできなかった。横毛ほんまになくなったんですけど、もうどこ行ったか分かる人いますか？なんかめっちゃ多かったのに少なくなったし、めっちゃ短くなったし、びっくりした。新しい意欲は湧いてくる。メンバーが悲しむのはファンとしても悲しいことです。まあ今はどうしてもそうなるよな。そんなすぐになんか受け入れてる方が怖ない？それはそれで普通にえってなら普通に知らんけど、知らんけどさ、まあいつか良かったって思える日が来たらいいですね。ミラボありがとう。万華鏡の素晴らしさ嬉しいな。あかん、マジで悲しいかも。ケーキありがとう。悲しい出来事。アフタートーク今日おらんアフタートーク楽しかった。僕はいないです、今日が絶対無理マジでやばすぎ、えぐい。何やったんやろうな。サイリウムありがとう。どのくらいの化粧が一番可愛い？いつもと一緒です。なんかさ、ほんまによく言われるねんけどさ、マジで化粧変えることないからさ、なんでそうなるかめっちゃ気になる。なんか別に公演の時とも一緒やし、だけどなんか違うように見えるらしい、こういう日は。マジで化粧一緒やねんけど、メンバーのことについて考えてくれてると思う。そりゃそうでしょ。マイナスにはならんと。そうかな。マジバット。おもろ。ダメだ。今日も無理でした。今日も無理でした。余裕で無理でした。
肝据わりすぎ、イケメンすぎる、それだ、イケメンすぎ、マジで。ハートありがとう。なんかさ、こういう時にさ、なんかもうさ、いや、いいねんけど、そのなんか前向けってみたいな感じでやってたらいい。おもろ。あかん、オブラートに包めへんかった。あかん、ミスった。なんかありました？11期生はイケメン多いね。くるみが意外とイケメンっていうね。あとアンズはイケメンです。きょうちゃんのバタバタ感見てるとこれも青春って思う。青春？じわってきた。え、違う違う。いいねんけど、ほんまになんか、なんか寄り添ってほしい時にさ、なんかカツ入れられるとさ、もう今ちょっとってなる。おもろ。だから今日か、だって今日でこれなら昨日さ配信してたらどうなってたかなって思って、普通に無理かと。あとありがとう。どうしよう、ほんまに。きょうちゃん面白い。お、これを面白いと捉えてくれるのはありがたい話ではある。おもろ。結構自分でもじわっちゃった今。アヒージョ食べて元気出して。それか。待って、それチョイスおもろ。アヒージョめっちゃ好きなんですけど、まあ、アヒージョ食べても元気にはならんな。焼肉かな今は。でもアヒージョめっちゃ好きです。でも そこでアヒージョ出してくのめっちゃおもろい。こういう時って大体肉やろ。アヒージョか。あかん、おもろい。ちょっとじわっちゃった。あのさ、だってめっちゃ泣いて悲しんでる人にさ、アヒージョ食べて元気出せよって言ってた。なんでそこでおしゃれなもん食べようとしてるんってなら。アヒージョもありですね。なんか普通にもう地元に帰りたい。もう友達に会いたい。もうなんてだよマジで。でもアヒージョのおかげで結構元気出た。おもろすぎ、おもろすぎやってそれ。それな、泣いてる人慰めるときに横文字料理出さん。おもろい。アクアパッツァ食べろよ、お前の好きなアクアパッツァ食べて元気出せよとか言われたら笑っちゃうもんな。さすがにアヒージョ食べる、アヒージョ食べるか、かける言葉が見つからぬ。いや、そうですよね。だって慰めても文句言われるもん。ちょっと難しいよな、今の教科は。結構今の教科はパエリアなんだよね。やばいやばい、横文字おもろすぎる。今の教科は結構扱いむずいです。結構何言っても結構あーってなる可能性あるんで気をつけてください。じゃあもう配信すんなよと思うかもしれないですけど、まあこれはこれで結構楽しんでます。すいません、ほんまに。カムクラでラーメン、まあそれはありやな。本気でカムクラ食べたい。ちょっとお手上げだから寝るね。さすがにお手上げかもね。さすがに取説はあのめっちゃ考えて行動してください。めんどっちー、めんどっちー。やっぱ強化ってファンの人にもめんどくさいと思われてるのかな。まあでもさ、今さこの状況で強化に対してさ、え、めんどくさって思ってたらちょっとさすがにそれはさ、ちょっと心狭ない。
ようちゃんの取扱説明書はハリーポッターの小説くらい太いです。ゆきさんの応援がてらに行きます。いいな、最高やん。最悪の大総額です。みゆさんが好きに来てくれたおかげで私はきょうちゃんで、おお、まあそういい方向に転ぶこともありますよね。愛おしいと思ってる、ありがたい。面倒な中身してるけどそこは可愛いんだよな。そう思ってもらえるとありがたいな。ビビンバかあ、違う、ビビンバ力を入れてからミスター、結婚してちょっと無理です。普通にさ幕張では言葉に気をつけます。対面では大丈夫やねん。対面ではいけないけど、ハートありがとう。理由もなくシンプルに結婚断る。だってもう今は無理じゃない、どう考えてもさ。普通に考えて、もうほんまにどういうこと、どういうことか、じゃあ言ってよ、説明して、みんな、みんな教えて。今ってどういう状況ですか。もうとりわけ環境がやだ、もうやだ、全部やだ、全部やだ、取り巻く環境自体がやだ。だから今日もロバート秋山さんの YouTube 見てました。今日は大家族のやつ見てた。でも今日から伝説の寮母めっちゃ好き、おもろすぎるあれ。水江ちゃんだっけ、今日かも慰められたいな。今日は C セットなんだってことはとか言って慰められたい。ワイも K2 最強に愛してるから正直むちゃくちゃするだよな。だるま、ありがとう、あとありがとう。てか昨日ずっと右目のさ、なんか右目の視界が悪くてなんかぼやぼやしててめっちゃ嫌だった。コンタクト逆やったんかな。あとありがとう。これからどう生きるか。その服好き、これかわいいよな。誰とでも仲良くなる雰囲気ある。いやなんかね、そういうことじゃないですよね。なんかこんな K2K2 言ってたら、じゃあ他のチームの人とは嫌だってことってなるかもしれないんですけど、マジそういうわけではなく、本当に SK 全員好きなんですけど、なんだろうな、今の K2 が好きっていうのはあります。それはみんなそうじゃない、正直全員そうだと思う。みんな今のチームが大好きだと思います。まあきょうちゃんのニッコリ笑顔みたい。ん伝説の寮母大声で歌って起こすの好き。それなら今日かも、あれで起こされたい。アラームなんかで起きたくない。あ、そうだ、そうそうそう、みんなちょっと待ってよ、13期募集なんですよ。ほんまにこれちょっと大総額に、大総額って言ったら総額か大知らないけど、周年コンでもきょうちゃんとみおさんのパフォーかっこよすぎてうるうるしました。嬉しい、結構近く多くて楽しかったです。13期募集です、皆さんぜひとか言って、25歳までいけます。素敵ですね。
みんな夢は諦めずにトライしてみてください。だからなんか年上の後輩が一生できひんと思っててんけど、できる可能性あるのですごい楽しみです。ハートケーキありがとう。みんなもぜひ挑戦してみてください。どうですか？やばい、今日の教科めっちゃ可愛い。てか声変じゃない？めっちゃやっぱ巻き下ろし似合うんだよ。見て髪の毛ツヤツヤ。僕も13期募集します、応募します。僕って言ってるね君。僕っ子もしかして。私服です。これはプレゼントでもらったんですけど、見て髪の毛超綺麗、可愛い。やっぱ巻き下ろしに、あ、てかほんまにさ、もうほんまにさ、自分のこと見返しててさ思うんですけどさ、マジでさ、自分のことさ配信しながら見て可愛いってやってるのマジでやばいよな、マジでやばいよな。しかもなんかそれをさみんなさなんか受け入れてんのもやばい。結構おもろい、結構異常なこと起こってる。マジですいません。でも本気で結構自分の顔好きなんですよね。違う、ほんまにこの間結構11期に惹かれた同期と喋ってて、結婚はちょっと無理ですマジで。ちょっと今は結構バッドなんで無理です。なんか誰やったっけ、誰かがさなんか逆に自分の顔好きな人おんのみたいな話してて、リリーナがほんまにいや、いるじゃんいるじゃんみたいな感じ言ってきてさ、ついきょうが話聞いてなかったからさ、え、なになにと思って、で結構ガチでリーナもさなんかおるやんこいつこいつみたいな感じじゃなくて、もうガチでいるやんここにおるやんこいつやんみたいな感じなんだ。めっちゃ面白かった。でもいつもじゃなくて本当に美女いい時に言うからガチ。そうなんよ、聞いてほしい今日か。ほんまになんかすっぴんの時はマジで自分のこと可愛いと思わへんし、まあ、たまに思う時もあるんですけど、まあ、すっぴんでも美女いい時と悪い時ってあるじゃないですか。いい時は思うけど、まあ、ほんまに悪い時は思わんし、なんかメイクしても美女いい時は可愛いってなるけど、微妙な時は別に思わないです。365日可愛いというわけではないから、ちゃんと見極めてるっていうことは分かってほしい。なんか京子が毎日自分の顔を見て何しても自分は可愛いと思ってるわけではなくて、マジでなんか髪型とメイクが決まった時に可愛いってなるっていうことは覚えててください。まあ、ほぼ毎日ではあるけどな。だって今日めっちゃ可愛いもん。信頼できるよな。でもなんかちょっと惹かれてて面白かった。まあほぼ毎日ではある、さすがに、さすがにね。ここまでさ自画自賛してるやつってさ、正直どうですか、うざいんかなやっぱり。でもほんまに逆にさ自分の顔嫌いやったらさ辛くない？コンサート輝いてました、ありがとう、嬉しいな見つけてくれて。てかこの服ほんまに可愛い。なんか最近私服着てなかったからさ、今日急に私服ってなってさ、どうしようってなった。
なんかしかも季節感もわからんからどうしようってなった。めっちゃいつも可愛いのに優しい、大好き、優しい言葉ください。私今優しい言葉しかいらないです。いやいありがとう。可愛いよなやばやめよマジで。ジェイキちゃん全員可愛くてビビってる。いやマジで可愛いですみんな。宇宙一可愛い、優しい。実際会うともっと可愛かったです。そういうことです。近く来たきょうちゃん天使でした。嬉しい、キラキラしてた、嬉しい。ちょっとほんまになんかちょっと思ったことがあって、なんかトーク会とかで会った時ってなんか普通に喋るやん意外と。たまになんか緊張してるかなっていう人もいるんですけど、でも割となんかあ初めましてとかやったらあーみたいな感じだったりするけど、よくお話しする人はやっほーみたいな感じやから、なんか結構評価的にもなんか推しと喋る割にそんな緊張せえへんもんなんやって思ったりしたんですけど、まあでも意外とみんなはでもやっぱ喋るときは緊張するって言ってくれるんですけど、でも結構普通に喋るやんか。だけど練り歩きの時になんか普通に近く行ってたらみんななんかすごい嬉しそうにさ、キャッピーキャッピーみたいなしてくれて、えっと思って、えそんなにって思ってめっちゃ嬉しくなった。わかる、なんかすごいなんか特別感出してくれて、すごいみんな、いた目いた、いつもドキドキしてる、嬉しい。そうだからこんな自分になんかそんなに喜んでくれるんやと思ってすごい嬉しくなりました。だからすごいね練り歩き楽しかった。名前呼んでくれたのすごい嬉しかったです。なんか名前呼ばれへんかったら結構どこ見てどこ行ったらいいか分かんなくなっちゃってどうしようどうしようってなってたんですけど、結構いろんな方向からキャッピーキャッピーよーちゃんってやってくれて嬉しかったです。すごい名前呼んでくれるの嬉しい。でもすごい後からなんかステージに戻って、ああっちに自分のファンいたんだみたいになって、すごいああ行ったらよかったってなった。だから次は全席回れるくらいの勢いで行きたいですね。何話せばキヨちゃんが喜ぶかいつも考えてる、嬉しい。えもう終わりやん今日。焼津でのコンサート期待してます、めっちゃ楽しみ。のんびりまったりしてるけど照れ隠しだから可愛らしい。ケーキありがとう。もう今自分がどこにいてどこを見てどこに向かってる状況かわからない状況であるのでね、うん、関西の人が言い訳する時の最初の一言、ね、楽しみにしてる。3日目に目の前通ってめっちゃ嬉しかった、え呼んでよ今日か。なんかほんまにどうしたらいいかわからなくて、みんなが一回行くかみんなが背中向けてるところ通ってん、やばくない、なんかめっちゃ悲しくなったちこっちでも気まずすぎてめっちゃ走って通り抜けていった。だからなんか一番前のところ行っちゃって、
バイバイみたいな、どうしようって思って、でなんか通路早く抜けないとと思ってひょいって言ったら誰も気づいてくれなくてなんかみんな背中向けて、やっぱみんなあのあっちにいるからメンバーが誰か来ないかなって見てるじゃないですか。だからその後ろこうスススススって走って逃げました。でもう一回なんか行った場所通っちゃって、あまたあったみたいな、あ間違えたミスったみたいな、気まずいかもみたいなことしちゃいましたね。すいませんほんまに。地味にさ、なんかあんまり寝れ歩きしてないからさ、やばい。じゃあ今日も一日終わりなんで名前呼びます。13位おむすびサスケ、12位ミャー、11位ワカ、10位ウジ、9位ヨシコッコ軍、8位シュイション、7位タカヒロ、6位ネコナベ、5位リニア、4位ワッチ、3位アンドハロー、2位アキラ、1位ウエモンでした。ありがとうございました。昨日2回行けました。おやすみ。また明日。